皆さんこんにちは、ジェフユナイテッド前田でございます。本日はお寒い中、またお忙しい中、メディアの方、各社様お集まりいただきましてありがとうございました。座って失礼をさせていただきます。今司会の者からお話をさせていただきました通り、来期の式をここにいるファンエスナイドルに、取っていただくことに、決定をいたしました。ここまでの経緯について若干お話をさせていただきますと、私どもとしてやはりここ数年の、チームの成績、そして来期に向けて、クラブとしてどのようなクラブを目指していくのかといったことをルール、経営陣、そしてチームを統括するゼネラルマネージャーと議論を重ねてまいりました。そういった中でそのチームとしてどうあるべきかから指導者として必要な求められる特性といったものを抽出し、そこで来期の指揮を取ってもらう指導陣の編成について、リストアップをし、最終的には複数名に絞った中でゼネラルマネージャーによる、面談、そして最終的には私と、校舎内での面談をすることを通して最終的にファン・エスナイデル氏に、白羽の矢を立てたというところでございます。ホームの最終戦でも、申し上げたことですけれども、やはり来季に向けてしっかりと戦う集団にしていくというのが私たちの大きな一つのテーマでございます。そういった中でそのチーム集団としての士気、モラルをどうやって上げていくのかということ、またそのために日々の練習、また集団としてのその業習性、一体感を高めていくためにどのようなアプローチが必要なのか、そういったところについて引き出しも多く、また何よりも情熱的なそのエスナイデル氏がジェフの指導者としてふさわしいだろうというふうに判断をいたしました。やはり個人集団として屈強な集団を目指すということ、合わせてやはり一つになってですね、辛い時も苦しい時も士気をしっかりと高く維持しながら戦い抜く、やっぱ先頭集団にしていくといったことで、私としてもこのファン・エスナイデル氏の手腕に大きく期待をしているところでございます。簡単ではございますが、冒頭私の方からお話申し上げ、エスナイデル氏に、バトンを渡したいと思います。ありがとうございました。続きまして、それではファン・エスナイデル監督からお挨拶をさせていただきます。監督どうぞ。Buenas tardes. ¿Va esto o no va? Sí. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras del presidente. Yo les comento que para mí es un honor estar aquí. Desde el primer día que tuve la reunión con Yuta en España,スペインで、ユータさん、高橋さんと一緒に、ミーティングをした時から、coincidimos mucho en lo que queríamos、del equipo, en lo que veíamos y en las soluciones que creemos que tenemos que darle. サッカーに対する価値観や、それに対して、ジェフがどのようにしていくかという価値、目標を、いろんな点で、ユータさんと高橋さんと、共感することができました。Aparte de lo que veíamos en el equipo, lo que veo del equipo, también la historia del club. Jeff が歴史のあるチームだということは聞いていました。Es importante, me parece que es un equipo de los fuertes de Japón, que tiene mucha historia. 歴史のあるチームということで、強いチームにしなければいけないと思っています。Y eso me ha seducido para tomar la decisión que hemos tomado de venir a hacernos cargo del equipo. De その挑戦というのは、私がここに来る理由の一つの、モチベーションの一つになりました。Desde los días que hemos estado aquí en Chiba, en Japón, nos han hecho sentir muy bien y corrobora totalmente las expectativas que yo tenía del club. ここの千葉、日本に行った時から、おもてなし、皆さんのおもてなしがすごい良くて、これは必ず目標が実現できると。Por supuesto, estoy muy agradecido a Yuta también por haberme traído, por haber confiado en mí. Y ojalá yo pueda cumplir los objetivos que tenemos y que nos hemos planteado. Takashi GM には本当にここにもう一度感謝します。で、もちろん僕の目標としては、クラブが目標としていることを、達成することです。Bueno, cuanto antes nos pongamos a trabajar al frente del equipo, mejor, para conocernos más,
y seguramente disfrutaremos mucho, ¿no? Pretendo disfrutar yo también entrenando el equipo, me parece una buena opción para todos. まあ、早く練習をしたいと思います、練習を早くできればそれだけチームのことを知ることもできますし、いいチーム作りをできると信じています。Simplemente estoy muy feliz de estar acá con Guillermo Samso, que es mi segundo entrenador, y simplemente ojalá que podamos disfrutar, ojalá que se cumplan los objetivos, ojalá que el equipo juegue realmente como queremos. チームが、うまく機能して、もちろんアシスタントコーチとしてジェルモ・サムソが今、ここにいるんですが、彼の協力もあって、やっぱり楽しみつつ、やっぱり目標を達成するということを、念頭に置いていきたいと思います。Simplemente, muchas gracias y si tienen alguna pregunta para mí, encantado de responder. で、本当にもう一度、今一度ありがとうございます。何か質問があれば、まあ、いつでも受けたまります。Thank you.